こんにちは、金黒です。一足先に iOS 11や MacOS ハイシエラー、 iMac Pro の壁紙が楽しめます。先日の Apple のイベント WWDC2017 で iOS 11や MacOS ハイシエラー、iMac Pro のリリースが発表されました。特に楽しみにしているのが iOS 11で iPad Pro を使ってドラッグ&ドロップやファイラーでファイル管理をしたりと、かなり iPad Pro をパソコンみたいに使えるのがすごく楽しみです。そんな iOS 11の iPhone で使える壁紙や Mac で使える MacOS ハイシエラーの壁紙、そしてこちらの iMac Pro のホームページに掲載されているこの iMac のこの画面に映っている壁紙、こちらを先に楽しむことができます。それぞれの壁紙のダウンロードはこの動画の説明文のリンクから入ってもらって、 iOS 11の iPhone 用のものであればこちらのそれぞれの iPhone に合わせたところをタップしてダウンロードします。そしてMacOS ハイシエラーの場合はこの辺のこちらのダウンロード、ここをクリックしてください。そして iMac Pro はこのこちらのダウンロード、ここからダウンロードするとそれぞれの画面サイズに合わせたものがダウンロードできます。よかったら設定して使ってみてください。こんなガジェット類のレビューの多いチャンネルですが、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。